勘弁してこい。キモいな。キモすぎ。キモすぎ。うちはね、宗教じゃないんで。やめてくださいね。トイレしてきます。あ、お邪魔します。コンセント、貸してください。つかねえ、あの。あら。どうしてるの？もうあのキャスバーに来てくれた大富豪の人、もう全体のホロランも1位になりますよ。あとちょっとで誰もが抜けなかったホロランの人、もう課金しすぎて。そういえば、うん、すごいっすよ。トム池と赤津トラブってる。今の1位はもう、まあ、あんま最近でバンジーの時とかそういう時は来てくれるけど、あんまり。これ高いな。ちょっと、もうモリスナイキ2年ぐらいの人はフォロワー1位だけど、誰も抜けなかったんだその人。あ、痛い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 。あ、ここ禁煙じゃない？え、ね、禁煙じゃない？ここですか？うん、そうですね。まあいいや。あ、いいっすよ、全然しようと思って。じゃあもうこんなもんしとくか。ちょっとお手洗い行ってな。もうナイス、もう十分頑張ったから。もういつまでもね、他にいるのにみっともないから。今日はもうこんなもんで、もうね、大丈夫でしょ。あとはどっちかの枠で見れるんで、まあ、こんなもんしといてやるわ。もうナイスがこれ根にもたれそうだな。ここまでやると大丈夫かな。うわ、すごい。これ1200離したぞ。1200、500ぐらいだったのが1200今日だけで。これマックのぶっちぎったね。新しいソースです。いや、あのこれ前期間も1週間サボってたのに、もう桜井さんに追いつきそうだよ。桜井先生にすごくない？ナイスがすごすぎるよ。すごすぎ、ありえないわ。明日抜かされる？奈々ちゃんの家行くの？ちょっと、あ、これベーコントマト肉厚バーガーのトマト抜きですね。お、すごい。これ新作？新作のトマト抜き。トマト抜きですか。ちょっとね、これプレビュー。おー、素晴らしい。あー、ありがとうございます。これベーコン？そうですね、ベーコンですね。肉厚ベーコン。肉厚ベーコン。おー、なるほど。で、これ、俺お腹空いてないから食べて。あ、すいません、ありがとうございます。新作なんで。いただきました、ジロナさんから。あ、どうぞ。あ、ちょっとめちゃめちゃお腹空いて。あの、紹介しといて、あの、自分の配信でね。俺ちょっとこう、映しとくから。うん、あ、もう自分の配信、はい、うん、そうだよ、いいんだよ。俺はもう、ほかっといていいから。カクテルありがとうございます。お腹空いてないんだ。チャンスすぎる。お腹がね。あ、カワズさん、ありがとうございます。皆さんください、あのカクテル。卵カルタル。うわ、ちょっとひどんなが追いついてきてんな。これがチキンナゲットの新作ですよ。炙り、これうまそうだよね。ベーコントマト肉厚ビーフの卵タルタル。トマト抜きですね。これ今15個が300円ぐらいなんで、皆さんめちゃくちゃ安いんでね。15個。すごい。これも、うん、これがね、ガーリックトマトソース、うん、ピリ辛。これね、全然マックいっちゃうの知らん。
トマトソース。この量で。ゆきちくんどう？美味しい？美味しい。おお。これ配信者の裏側ですよ。応援したくないでしょ、こうやって見てると。一生懸命さ、携帯に向かって喋ってんだよ、みんな。カクテルありがとうございます。あ、ありがとうございます、ひどんなに。ひどんなさんもヘイト向けてくるからね。そう、みんなで食べましょう。あ、ケイちゃん、ありがとう。結構あ、佐藤さんいらっしゃい。ありがとうございます。チキンナゲット、あとこのシェイク、したら俺も食べようかな。もうちょっと終わろうかな、俺ね。あ、これがミルキーシェイク、これも食べてね。あ、ケイちゃんありがとう、10個ミルキーシェイク。ミルキーの、あのミルキーはママの味のやつ。ほう、そんなのあるんですか。うん、いや、もういいでしょう。3300ナイスだよ。食リポ全然ダメだよ、俺。昨日の高円寺のカフェでもダメやった。じゃあね、ここじゃあ放置しとくか。じゃあ将来性のある若い2人にね、と思ったけど。よいしょ。スミさんカクテルありがとう。久米さんカクテルありがとう。俺と金梅さん見てたら、俺と金梅さん見てたら分かるじゃん。いつそうなるか分かんないんだよ、この2人は。まあ、自分はまだまだですけど、ね、いや1年後になったら1年後になったら分かんないよ、本当に何があるか。うん、その時はね、やっぱ売名してもらわないとね。そうなりたいですね。今だけなんだから。ありがとう、カクテルナイス、バーキンナイス、そう、いい人。うん、あ、ゆうさん、iPhone12 ミニにしましたね、帰った日。ナイス、ありがとう、バーキンナイス。なんかいいわ、こうやって3人で配信してさ。あ、電池大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫。あれ真ん中にも、うん、3人でなんかこう配信してるとさ、あの、なんか合宿に来たみたいな感じ。3人で配信つけてさ、あの、切磋琢磨してる感じがする。この昔そうだったから、合宿みたいなもんだよ、うん、最近自分4日間ぐらい連続で外配信してるから。あ、そうだ、広告つけますね、ちょっと忘れてました。そうで、この前歌舞伎町で、うん、あの外人に絡まれたんですよ。外人に。で、なんか最初いい人やと思ってて、うん、自分と同じ富山県民やったんですよ、うん、で、それで仲良くなって、うん、歌舞伎町紹介するよって言われて。外人。そう、なんか道案内してもらったんですけど、うん、あ、まみさんありがとう。その後に急に、うん、あのビールを思いっきりなんか空中に投げ始めて、うん、で破裂して、まあ、床汚れたんで、うん、ちょっと注意したんですよ、うん、そしたら、ここは歌舞伎町だから、うん、あの、俺の言うことを聞けとか言われて。外人に。そうで、それで、うん、俺がめっちゃ煽って、うん、走って逃げたら、うん、あの、全力疾走で追っかけてきて。全力疾走で追っかけてきた。すごかったっす、あれ。それジュースを奢ってくれたおじさんじゃないですか、外人で。ジュース、あ、そうっすね。見てくれてました。あ、見てました。あれ、やばかったっすよ。危ないよ、マジで。死ぬかと思って。外人の本気をつけないと。そう、うん。ゆきつくんはなんかエピソードある、最近の。いや、昨日。あ、見してよ、心霊写真。あ、いや、あ、そっちの。もう一人の長崎の配信者のこのとこに確実に映りました、朝。お化けが。はい、検証して全員見えました、新年配信で。はい、ありがとう、5倍ナイス、ありがとうございます。昨日一応4カ所行ったんですよ、気合いで配信で。うん、気合いじゃなくて映りましたね。へ、ありがとうございます、ドンチキ、ありがとう。そうだ、ポルポンさ、好感度関係ないからもうね。うん、次回では受け付けもないし、自分やらかしたんで、やっぱ迷惑はしないっていかないとなっていう、まあ、感じですね。ね、あ、ちょっとわらさんに聞いてみるわ、ポルポンね。はい、しかも人数多すぎて、自分ちゃって大丈夫、ガチャガチャになると思うけど、もう人がちょっと多すぎちゃって。ちょっとね、明日はちょっと俺ね、まとめきれないかもしれない。あの、適当にみんな配信つけて、適当にやろう。うん、もう無理だわ、人が多すぎて。だって6人いるんだから。そうですね、6人ですね、うん、ね、6人か。
そうっすね、クラクション鳴らした後エンジンかからなくなった。4人って 5人乗れるかな。あ、そっか、車5人乗れるわ。5人は乗れるっすね。5人乗れるね。スバラさんにそれ行かない方がよくないですか。大丈夫ですか。あ、スカリスナーさんこれ撮ってくれるんで、俺毎日こうやってホテルでしょ、すごいでしょ、あれでやんす、ホテル撮ってくれた。近くですか。行きたいの、ポルポン。まあでもなんか一人増えちゃうと。いや、それはいいんだけど。大丈夫なんですかね。なんか内容は、はい、なんか樹海の中でキャンプしたりとか、なんかバギーの乗ったりとか、はい、あとなんかバーベキューするらしい。あ、それ昔言われたことありますね、167号線、うん、楽しそうです。行く？もういい、どっちでもいいんだよ。行きたいですね。本当。そうです。まあ、あ、バス坂は10個ありがとうございます。樹海わかんない。わかんない、ちょっと。もしも。あ、笑い師さん。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今なんか4人で行くって言ってるじゃないですか。うんうん。あの、1人増えてもいいんです？あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫です。じゃあ明日あの、5人で行きますんで。じゃあ合計6人になりますよね。あの、はい、明日また予約の取り直しすれば OK だもんね、多分。大丈夫っすか。あ、じゃああれだね、バギー3台にする？あ、いいです。あ、そう、間違えた、間違えた、バギーを6台になる。あ、はい。で、あの、キャンプの何も持ってない多分5人で行くんで、ちょっといろいろ教えてください。あ、了解です。それでね、ゼロはね、大事件起きてるんですけど。大事件ですか？はい。どうしました？今確認してほしいんだけど、ゼロワンね、はい、N1 グランプリの、はい、第2回の期間、ちょっとランキング見てもらっていいですか？あ、さっき言ってたやつじゃないですか。あ、僕がいないやつですか？それもね、いないんですよ。もうだいぶ前から知ってるんですけど。え、そうなの？いつから？いや、1週間ぐらい前に気づいたんですけどね。いや、新ソースはあんまり欲しくないです。いやー、なんでかわかんないけど、なんか、ナイスが剥奪されてる。ちなみに、わらいちも剥奪されてる。車関係で配信停止になりました？配信停止覚えてないけど、うん、キャスバーで落とされたのは覚えてるけど。キャスバーって第2回の時でした？あれ、あれ第2回。あー、キャスバー配信なのかな、ちょっとわかんないけど。そう、多分それしかないんですよ、この期間で言うと。でもそうやって言うと、養分とか、はい、いたけどね、うん、ねえ、うん、いたよね。うん、あ、フォローありがとうございます。もうちょっとわかんないですけど、うん、ねえ、だからそれ、ゼロワン、まあ把握してるならあれなんだけど。だから、バラさんも多分、うん、剥奪の理由とか多分来てないじゃないですか。来てない。だから僕もわかんないんすよ。なるほど。はい。まあ、なんか規約違反を重ねてるからってことですね。多分配信停止の回数とか あるんじゃないですかね。朝配信は長崎変えたりしますね。なるほど。はい。これ落とされてるのかな、ちょっと覚えてないけど、まあ、とりあえずその件は知ってるならいいです。とりあえず明日、はい、また予約の変更しときますんで。はい、じゃあ5時で大丈夫ですね。あ、はい、うん、了解です。あ、よろしくお願いします。また明日先生よろしくお願いします。はい。え、誰がいるの？あ、はじめまして、ゆけず袋です。これうちのボスだから。ゆけず君、はじめまして、わらいちです。あ、明日よろしくお願いします。うん、で、これよろしくお願いします。誰がちなみにもう一人増えるんですか？あと申しまして、ポルポンと申します。あ、ポルポン君ですか？はい、あの、存じ上げてます。あ、ありがとうございます。あ、すいません、なんか急にお手数おかけします。あ、大丈夫ですよ、こちらこそ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また明日。あ、お願いします。また明日ね。あ、またお願いします。はい。了解です。はい。失礼します。はい、失礼します。失礼します。ほら、いい子たちじゃん。ありがとうございます。このね、良識があるから、この二人はね。どう、みんな。絶対言われる、俺は。ね、かわいいでしょ。かわいくない、うん、あ、乗り換えてもいいですよ、皆さん。乗り換えてもね、あの、好きな方に。
男6人いるんで。しっかりありがとう。はい、あの自分好みの配信者明日から探してください。はい、誰が好きかとか。はい、あ、ありがとうございます。で、どう？あ、これ美味しいけど、普通に新作は。うん、美味しかったですか？美味しかったよ。これ飲んでる。これ、これミルキーシェイク。うん、甘いっすね。甘い。とにかく。とにかく甘い。あの、飴みたいな味。ミルキーの。っていうんだろう。うん、そうですね、もうまんま。まんま飴と一緒なんだ。という感じですね。はい。じゃあ、あ、ありがとうございます。あとなんかやる。からありがとうございます。どうもどうも。やることあったかな。うん。あ、3300円です。レインボー風船ありがとう。乗り換えありがとうございます。ナイスありがとう。あ、もうちょっととりあえず俺もう終わるわ。ナイス。もうね、もうだいぶ長時間やってるんで。しょうもない状況。最後にね、あのあれなんだっけな、カクテルとナイスだけお願いします。あ、バズ酒場5%ありがとうございます。で、ちょっと二人の枠行ってください。で、僕はあのホテル取ってもらったんで。あ、なんかやっちょさんが電話して。うん、やっちょが電話して、でもタヌキだからね。あ、そうか。多分、ね、さんここに電話してっていうぐらいで電話してくるからね。俺は取ってない。うんうん、ポルポン取ってないのか。うん、どうするの。全然なんかネカフェとか泊まろうかなって。ああ。はい。ポルポンはあんまお金余裕ない。まあそこまで。そうですね。そこまでないか。ゆりさん前乗りして。ゆけつぶくんはお金いくらあるの。いますか。あんま余裕ないな、余裕ないって言っといた方がいいよ。まあまあ一応。持ってきは来ましたね。余裕なくない。まあまあ、どんくらいかかるんですか。いや、わかんないけど、余裕ないって言っといたら、あの、俺がやっぱね、先輩だからちょっと、多めに出そうかなと思って。一応は持ってきました。一応持ってきた。はい、ポルポンはいいよ、ね、余裕ないんだな。うん、はい。あと、マサアキも余裕ないから、まあ、トムイケは多分稼いでるから持ってるんだ。うん。あ、50個あります。じゃあね、ちょっとあれなんで、じゃあ皆さんね、あのどっちかの枠行ってもらって、あの明日からこのメンバーとあと3人含めてあのキャンプやりますんで。はい。で、もしかしてなんかあの何かあればまた放送つけるんですけど、まあ今日はもう、ね、頑張れ、ありがとう。もう大満足なんで。本当は準備しないと。あつきさん、ありがとうございます。あ、バズ酒場ありがとうございます。それ今言ったせいでない。おはようございます。はい、ちょっとゆっくりしますね、ずっとやってる。いや、旅費はさすがに払う、それは。あやす、あ、バズ酒場5個、あやす。また投げてね、明日、最終日なんで。出す出す出す。じゃあね、よかってる、いっぱいありがとうございます。まだ多分あると思う。